MWC で Xperia X シリーズが発表されましたけれども、これはもしかしたらね、Xperia のファンである人ほど落胆の度合いが激しいかもしれないですね。個人的にはね、結構評価してるんですよ。安心したというのが正しいかな。ソニーのスマホっておかしな方向に向かっていたと思うんですよ。それは Xperia Z5 プレミアム、これでね、最高潮に達したと思ってまして、何しろ誰得な 4K ディスプレイとかさ、鏡面処理の背面とかね、ほんと意味不明だったんだよね。最先端っていうのはさ、それで何かが便利になったり、新しい未来を感じさせてくれたりするからこそ、最先端の意味があるわけで、液晶をね、人の目で判別可能なほど高精細にしたって、電力ばかり消費して意味ないわけですし、鏡面処理は展示するときには美しくても、使うときには指紋が目立って見苦しいだけなんで迷惑なんですよ。まあこういう現象ってよくあることなんですけどね。他者との差別化のポイントを無理やり作ろうとして奇をてらった結果、確かに注目度は上がるんですけれども、実際の商品としての完成度は下がっているというパターンですね。まあこれ要するに手詰まりなんですよ。ソニーには Z5 プレミアムみたいな機種じゃなくて、メイト S とかね、ゼンフォンズームとかさ、こういうワクワクするやつを作ってほしかったんですよね。で、Xperia X がそういうワクワクする端末だとはさすがに言いませんけれども、少なくともがっかりはしない端末です。なぜならば、これで暴走が止まった感じがするからなんです。ここにあるように、お客様が求めている本質、エッセンシャルの部分にフォーカスを当てるとありますよね。そしてその本質は何かというと、カメラ、バッテリー、握り心地だと。まあ、この3つでいいのかっていう話は置いといて、地に足がついたのかなっていう感じがしましたね。と同時に、コンパニオンプロダクト構想が発表されましたと。これはつまりね、ライフスタイル提案型の差別化をしていこうということだと思うんですよ。逆に言えば、スマホはあくまでソニーワールドの構成要素の一つというふうに格下げになったと考えざるを得ないと思います。極論すれば、Xperia が iPhone や Galaxy に敗北宣言をしたとも取れるわけですよ。まあ、ここがソニーファンから見れば何よりもがっかりっていうところなんじゃないのかな。それに、ライフスタイル提案型という話もどっかで聞いたことがある話で、正直新鮮味がないんですけど、ソニーぐらいの広範な製品群を持っていないと、やろうと思ってもできない世界であることも事実ですよね。まあ何しろね、損害保険会社さえ持ってるソニーですから、いろいろ可能性は広がりますよ。まあ何しろね、まだ構想が発表された段階なので、今後どうなるかわからない部分は多いんですけれども、まあこれはこれでソニーらしいやり方なのかなと思って期待しております。